ミカエル5世、カラファテス、1015年から1042年8月24日は、東ローマ帝国マケドニア王朝の皇帝。ミカエル4世の養子。カラファテスは、つなぎ、隙間の詰め物を意味するあだ名で、その在位期間の短さに由来する。中世ギリシア語読みでは、ミハイル5世、カラファティスとなる。ミカエル四世のおであったが、ミカエル四世に男児がいなかったため、 養子として迎えられた。1041年、ミカエル4世が病死した後、宦官、ヨハネス・オルファノトロフォスによって皇帝として擁立された。ヨハネスは、ミカエル5世を苦物として操る腹積もりがあった。らしいが、ミカエル5世は申請を行うため、ヨハネスを逆に追放した。さらに申請を行うために邪魔な皇太后、ゾエをも追放しようと図ったが、 マケドニア王朝の着手であるゾエは民衆に尊敬されていたため、これに反発した首都市民が逆にミカエル五世に反乱を起こして捕獲、廃位された上、盲目にされて追放されてしまった。ありがとうございます。